は、1929年に密航による大西洋横断飛行を行ったアメリカ人である。フランスのアーマンド地がスポンサーとなって大西洋横断を目指すベルナール191、クレーンことカナリア号は操縦士のジャン・アス・ソラン、副操縦士のルネル・フェーブルが登場し、1929年6月13日にアメリカ合衆国メイン州のオールド・オーチャード・ビーチを離陸した。 高度が思うように上がらず、三橋をやっとのことですり抜けた後、搭乗員は高度の上がらない原因が密航者の登場によるものであることを知った。22歳のアメリカ人の若者がパイロットの着るような革のスーツを着て隠れていたクローゼットから現れて挨拶をした。カナリア号はシュライバーを乗せたままフランスへの飛行を続け、ロチはシュライバーが飛行後、 回想録を出すなら、出版の権利をロチが保有するという契約書にサインを求めた。二十九時間五十二分の飛行の後、九百二十九年六月十四日に、フランスのランド県のミミザンの海岸に着陸すると、警察は、パスポートもビザも持たない密航者がいたことに驚いたが、ロチは、シュライバーは、すでに我々のチームのメンバーであり、パリを訪れたい彼の希望を叶えた後に返すと、 証言し、彼をかばった。シュライバーは、チャールズ・リンドバーグに憧れ、彼のように、大西洋を横断したかったが、金がなくて飛べないので、カナリア号に隠れたと証言した。このことは、新聞で大きな議論を読んだが、6月19日には、アメリカ大使館に引き渡され、本国へ送還された。ニューヨークへは、シェルブールから客船で、アメリカに帰還したが、 チケットはロチが提供した。ロチとシュライバーは生涯を通じて友情を保った上、シュライバーはこの冒険から金銭的な利益を得ようとはしなかった。1979年6月16日、シュライバーはこの飛行から50周年を祝うルブールジェでの祭典に招待され、大西洋横断飛行の最初の乗客と刻まれた自身の記念碑を見ることになった。 ジョルジュ・カサーニア、ミミザンレ、ベインズ、プルミエル・トラーベセ・フランセーズ・デール、オットオロンティック・ノール、ビアリッツ、アトランティカ、ジュイン2009、47P、P24、ジョルジュ・カサーニア、ミミザンレ、ベインズ、プルミエル・トラーベセ・フランセーズ・デール、オットオロンティック・ノール、ビアリッツ、アトランティカ、ジュイン2009、47P、P26、ジョルジュ・カサーニア、ミミザンレ、 ベインズ、プルミエールトラーベセフランセーズデール、オットロンティックノール、ディアリッツ、アトランティカ、ジュイン2009、47P、P40。ありがとうございます。